私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでもモントリーでも略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。知らないなら知らないで特に問題ないわ。今のところはね。時が来ればおのずと知ることになるはずだから。私があなたを呼んだ。それは少し違うわ。あなたが私を呼んだ。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。
無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果。しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに。
どこまで話を聞きました？今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね、窮地の中だ。信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だよ。見かけによらずと思っただろう。まあ実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失言失言。それで何か事件ですか？依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。ん？この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特が妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか、上白のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、